はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。私あのいつも年長さんと関わることがほとんどなんですけども、実は昨日あのちょっとつぼみさん双葉さんの方にお手伝いで1日入っていたんですね。で、今日はまた1日空けてまたいつも通り年長さんとかの方にまた戻ってきたんですけども、ちょっとご用がありまして今日また2歳児のお部屋の方に行ったんです。そしたらあのいつもだと全然私のこととかを誰みたいな顔をされてスルーされてしまうんですけど、今日はちゃんと寄ってきてくれて覚えてくれてたみたいで、見て粘土でこれ作ったのとかすごい可愛くてあのほっこりしました。なんか1日だけだったんですけど、あの関わり持って少しあちょっと印象に残ったかなと思ってすごく嬉しくなりました。でまた午後からは、年長さんの方でお給食とか一緒に食べて過ごしたんですけども、あの今日給食が大好きなカレーだったんですね。毎年カレーって大人気なんですけど、あの今年も漏れなく大人気メニューでして、であのいつも給食の先生方がちゃんと年長さん用にって言って別盛りのこんな大盛りのご飯と別盛りの、 あのお鍋いっぱいのカレーをおかわりでくださるんです。であのいつも佐々木先生がじゃあ何分におかわりにしましょうねって言って今日も回ってきてくれて、やったーってもその時点でやったーってなって、わーみんなよかったねーって言って、でいざその時間になりましたって言ったらすごい行列がねずらーって、それこそ本当にクラスの半分以上の子たちが各クラスから並んで、そのたんまりあったおかわりは一瞬でなくなりました本当に、ね、で最後で何度か来るお友達もいて、でご飯だけでもいいのとかカレーだけでもいいのって言って本当にお鍋こそげ取ってはいっていうようなぐらい綺麗に食べたその姿を見て、なんかもうすごいたくましさまで感じまして、とってもなんか大きくなったんだなって、あと残りの過ごせる時間も幼稚園で過ごす時間も少しになってきてしまったんですけども、その成長とかそういうすごくこう楽しそうにそれでおかわりとか美味しくて嬉しそうにおかわりしている姿を見てとっても嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。